こんにちは、萩です。今回ですね、昨日に引き続き全日本実業団ハーフマラソンの話をしていくんですけども、今回ですね、女子の話をしていきたいなというふうに思います。昨日ですね、あまりにも興奮してしまいまして、男子の話だけで終わってしまったんですよ。なんで今回は女子メインのね、話をしていきます。で、男子の結果も素晴らしかったんですが、今回女子の注目度もめちゃくちゃ高くて、結果も素晴らしかったんですよ。なんでその辺の話と、まあ、メインでね、話していくのは新谷仁美選手のね、まあ、話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、新谷仁美選手はね、まあ、3月の東京マラソンの出場がすでに決まっていて、そこでね、女子フルマラソンの日本記録更新を狙っていくという中で、まあ、今回の全日本実業団ハーフマラソンは、まあ、挑戦の一環としてね、まあ、出場したということだったんですけども、僕のね、個人的な勝手な感想で言うと、今回の新谷仁美選手の結果はね、あまり良くなかったなーっていう感じがします。僕の勝手な予想ですよ。もしかしたら、どんずばで狙っていて、その通りのね、タイムで走ったかもしれないんですけども、なんか、実際のレース展開とか、動きとか、東京マラソンから逆算して、このタイミングでもハーフマラソンって考えた時に、なんかタイムはね、いまいち伸びてこなかった。もうちょっとね、早く行っても良かったんじゃないのか。もしかしたら想定タイムは、もうちょっと早かったんじゃないのかなってことをね、ちょっと勝手にね、まあ予想して。まあ、この後ね、ちょっと話していきたいんですけども、まずはですね、資生堂の五島選手と安藤選手がね、共に揃って1時間8分台の大台に乗りました。このようなね、話をしていきたいんですけども、まず資生堂の五島選手ですね、まあ、1時間8分3秒。これ日本歴代5位という記録ですね。まあ、ほんと素晴らしい記録がね、まあ、今回誕生しました。まあ、五島選手といえばね、まあ、中央大学から資生堂に進んで、今2年目から、まだ24歳なので、ほんとこれからですね、どの道にも進めるという状況ですよね。で、今ね、10キロとかハーフマラソンの距離を走らせたら、まあ日本で一番強いし勢いのある選手なんじゃないかなというふうに思います。昨年のね、11月のクイーンズ駅伝からとにかくずーっと調子がいいんです。まあ11月のクイーンズ駅伝で5区のね、まあ10キロ区間で31分28秒から、まあここでね、区間賞&区間新を叩き出したんですけども、ここで一カーも二カーも向けて、そこの調子を常にキープして、むしろ上向いてきてるという印象ですね。まあその後の12月の1万メートルの記録会でも、1万メートル31分10秒でね、かな ?31 分10秒。これ日本歴代6の記録なんですけども、まあそこでね、オレゴンの参加標準記録も突破しました。まあオレゴンの参加標準記録は31分25秒なので、約15秒ですね、まあ上回って参加標準記録突破ということだったんですけども、まあその後今年に入っても、都道府県の1区で区間賞を獲得するなどね、まあずーっと調子がいいし、日本のね、トップを今ずっと走り続けてという感じですね。もう昨年の11月のクイーンズ駅伝からもう本領発揮して、そこからね、まあとにかく調子がいい、むしろ調子がいいというか、クイーンズ駅伝で一カーも二カーも向けて、まあそこがベースの力になったという感じでね、まあ近いかもしれないです。この状態になってくるとね、まあこれから先ね、ちょっと期待したいなという感じがするんですけども、おそらくですけども、まあ直近の目標としては、まあ日本選手権の1万メートルの優勝をね、まあ狙ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、すでにオレゴンの参加標準記録1万メートルで突破しているので、あとは日本選手権で優勝すればそれまで内定というところなので、まあここをね、狙ってくるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、今女子のね、まあレベルが相当高いわけですよ。5000メートル、1万メートルともにオレゴンの参加標準記録を突破しているランナーっていっぱいいるわけですから、日本選手権でバチバチこう戦わなきゃいけないわけですよ。ただ今回の1時間8分3秒、この記録はね、相当自信になるんじゃないかなと思います。体力的にはもう申し分ない。あとはこうスピードをうまく磨いていくことによって、1万メートル31分切りもね、全然あり得るというふうに思います。30分50秒ぐらいね、狙っていけると思いますし、そこら辺でね、走れば日本選手権の優勝もね、こう見えてくるので、まずはね、31分切りを目指してトレーニングを積んで、まあ日本選手権の優勝、そしてね、オレゴンの世界選手権を狙ってくるという感じなんじゃないかなというふうに思います。で、日本選手権が5月、6月に行われるということなので、あと3ヶ月、4ヶ月ぐらいですね。まあ、ここからね、どういうふうにね、仕上げていくのかね、またね、五島選手のね、トレーニングなどをね、追っていきたいなというふうに思います。そしてですね、もう一人、
安藤選手も1時間8分13秒、これね、日本歴代7位です。これもね、ほんと素晴らしい記録です。で、一時期ね、一時はこう、五島選手をこう、突き放したりね、するシーンもありました。このまま行っちゃうのかと、1時間8分切れもあるんじゃないかと言われてましたけども、途中ですね、ちょっと無理が当たってラスト失速して、五島選手抜かれてしまいますけども、最後大失速することなくね、粘れましたね。ここがね、安藤選手のやっぱ強さだなという感じがします。まあ、彼女はね、まあ、5000メートル、1万メートルも速いんですけども、フルマラソンも走り切れる力があるわけですよ。なんで最後ね、苦しくなった時でも、しっかり粘れるっていうのがね、安藤選手の魅力なので、安藤選手もね、この後どう狙っていくのかやっぱ気になりますね。まあ、1万メートルで、東京オリンピック出場しましたけども、まあ、オレゴンも1万メートル狙っていくのか、パリオリンピックもね、1万メートルで狙っていくのか、もしくはフルマラソンで狙っていくのか、まあ、どこでもね、狙っていけるって感じがするんですけども、僕的にはね、やっぱ女子マラソンが一番生きてくるかなという感じがあるので、まあ、最近スピードトラックをね、結構スピードを磨いてるなって印象があるんですけども、まあ、そのスピードを生かしてですね、パリオリンピックの女子マラソンね、代表をちょっと目指してほしいなと思います。安藤選手もね、まあ、これからの動向を楽しみなので、五島選手というね、まあ、追っかけていきなというふうに思います。そしてですね、新谷仁美選手のちょっと話をしていきたいんですけども、まあ冒頭にね話しましたけども、新谷仁美選手は3月のね、まあ、東京マラソンでまあ日本記録更新を狙っていると、おそらく最低でも2時間20分切り2時間19分台は出したいというふうに思ってトレーニングをね、まあ、積んでいるんじゃないかなというふうに思います。まあそれでね、今回は挑戦の一環としてまあ全日本実業団ハーフマラソンを走ったということだったんですけども、まあレースのね展開で言うと、まあ、最初ですね、まあ、五島選手と安藤選手がバーと前に行った瞬間も、新谷選手は前につかずにね、後ろの集団でこう待機してたことを見る限り、おそらくね、ある程度のペース設定がね、まあ、設けられて、ペースランニング、まあ、フルマラソンの調整としてね、まあ、今回走ったということが分かったんですけども、実際のこのペース設定タイム、どこら辺を狙っていたかっていうのは公開されてないんで分かんないんですけども、結果タイムで言うと1時間10分ちょっとということだったんですが、僕の予想で言うと、おそらくこれペース設定よりもおそらく遅かったんじゃないのかなというふうに思うんですよね。これ僕勝手に話しますよ。勝手に話してるんで、もしかしたら1時間10分を狙っていてドン詰まのタイムだったかもしれないんですけども、実際にレース展開とか、あと東京マラソンの日程から逆算した時に、このタイミングのハーフマラソンレースに出たってなると、僕であればもうちょっと早いタイムで走り切るかなという感じがします。これが東京マラソンの1週間前とか2週間前のギリギリのタイミングであれば、これぐらいの設定タイムでも良かったかなと思うんですけども、まだ約1ヶ月ありますからね。このタイミングで考えた時に、最低でもフルマラソン、女子マラソンの日本記録のタイムよりは早く来るのは最低でも目標にしていたところなんじゃないかなと思います。このタイムだと倍しても日本記録は出ませんし、倍しても2時間20分2、30秒ぐらいかというところなので、目標にしているタイムよりも全然遅いところなんですよね。なので、まあ、調整練習の一環として出たとしても、あくまでもレースに出ている以上は本当であればもうちょっと上を狙っていったんじゃないかなと思います。まあ、レース展開とか見てもなんかちょっと勢いがなかったような感じがするんですよね。今までのレースとか動きを見てると、ちょっと動きも硬かったような感じ。まあ、本来フルマラソン42キロ走るわけですよ。それのたった半分ってことなので、もうちょっとゆとりを持って楽に走ってもね、いいはずなんじゃないかなと思います。皆さんでね、ちょっと置き換えても分かる通り、まあ、例えば来月にフルマラソンがあって、その1ヶ月前に、まあ、マラソンのレースペースと同じような感覚で、まあ、ハーフマラソンをレースで出ようとなったら気持ち結構楽じゃないですか。これって新谷選手トップレベルも僕たち市民ランナーも一緒だと思うんですよね。ただ早いか遅いかの違いだけで、感覚的には同じだと思うんです。で、来月フルマラソンこのタイムで狙おうと思った、ちょうどその半分でいいってなった時に、さらにレースでそれができるってなると、結構気持ちによってゆとりもあるし、動きはね結構大きくね、ゆったり走れるんじゃないかなって皆さんもね想像つくと思うんですけども、実際新谷選手もそこを狙っていたと思うんですけども、それがちょっとできなかったような感じがあります。もしかしたらペースの設定タイムは予想通りだったかもしれないんですけども、動き的にはねそんなに良くなかったような感じがしますし、まあ、タイムをねもうちょっと狙っていたんじゃないかなというふうに思います。ただこうレースを感じを見ると、
五島選手と安藤選手がバーって行ってしまって、そこ間にポツンってなってしまったんですね。なんで集団でねうまく走れなかったっていうのがあるので、結局がね新谷選手一人で自分でバーンって前に行くしかなかったというところなので、まあ予想していったレース展開とも違ったっていうパターンかもしれないんですけども、にしてもねちょっとね悪かったかなという感じがします。まあとで実際ねどうなのかわからないんで、あとねまだ1ヶ月あるので、ここからねうまくちょっと調整していかなきゃいけないなという感じだと思うんですけども、まだね本番はこう東京マラソンということですし、まあ実際ね練習もかなり積んでいる中で、こう疲労が溜まっている中でのまあレースだったというふうに思います。まあ実際ね誰か解説者の方が言っていましたけども、午前中に全日本実業団ハーフマラソンのレース1本出て、午後に20キロ走をもう1本やるっていう話だったんです。なんで午前と午後のまあセット練でフルマラソンをするということですね。まあもしかしたら午前中と午後の20キロ合わせてフルマラソン、これで女子マラソンの日本記録ぐらいで走るっていう想定だったのかもしれないですね、もしかしたら。なのでまあ予定としては全日本実業団ハーフマラソンでまあ1時間9分ぐらいで走って、まあ午後のペース走はまあ一人で練習の一環ということなので、11分ぐらいで合わせて2時間20分って考えだったかもしれないですし、わかんないんですけども、僕の感じで言うと、そこまでね、調子はね、うまく上がってきてないのか、いう感じがします。まあ実際ちょっとわかんないので、これからもですね、メディアがね、一応新谷選手のことを追っかけていくと思うので、新しい情報がね、あったらまたね、追っかけていきたいなというふうに思います。まあ今回ですね、まあ全日本実業団ハーフマラソンで、まあ五島選手、安藤選手ともね、1時間8分台とね、素晴らしい記録が叩き出されました。まあ日本歴代5位と、日本歴代7位という記録ですね。まあ男子も素晴らしかったし、今回女子もね、まあ素晴らしい結果でした。で、これからね、フルマラソンそのシーズンがいろいろ続いていきますし、まあ、東京マラソンがね、まあ、とにかく楽しみです。男子もそうですし、女子もね、楽しみなのでね、またね、新しい情報があればね、追っかけていきたいなというふうに思います。